フリードリヒ、フリッツ・ナ・リンガーは、ドイツの自動車技術者である。1920年代から1960年代にかけて、ダイムラー・ベンツで活躍し、その間、1940年から1965年まで、同社の技術部門の責任者を務めた。1940年以降は、同社の取締役の一人として、経営面にも関わった。 技術者としての専門分野はエンジンだが、自動車そのものの総合的な構想力についても、優れた才能を有していた。1898年、父、フリードリヒ・ナリンガーと、母、マリア・ナリンガーの間に生まれた。父、フリードリヒは1904年5月1日に、製造部門の責任者として、ダイムラー社に加わっており、ナリンガーは、自動車を身近なものとして育った。 父フリードリヒは1911年にベンツ社に移り、翌1912年からは同社の技術部長を務めた。ナリンガーは第一次世界大戦中の1916年に高校を卒業した。同年10月に兵役につき、航空分野への興味から空軍に配属され、パイロットとしての訓練を受けた。1918年に戦争が終わると、 カールスルーエ工科大学で機械工学を学び、1922年10月に24歳で卒業し、ベンツ社の設計者となる。この頃は、ベンツ社のワークスドライバーも務め、1925年にバーデン・バーデンで行われたレースでは、ルドルフ・カラツイオーラに次ぐ2位という結果を残した。1926年、ベンツ社がダイムラー社と合併して、 ダイムラー・ベンツが設立された。それに伴い、ベンツ社の技術者たちは、ベンツの本社があったマンハイムから、ダイムラー社の設計部門があるシュトゥットガルトの、ウンター・テュルクハイムの施設に移った。車両テスト全般の管理を担当するようになった。ナリンガーは、同社の技術部門のトップである、フェルディナント・ポルシェ、ついで、ハンス・ニベルの直属となり、同社の自動車開発の一翼を担った。 ニベルはベンツ出身であり、ナリンガーとは以前から互いによく知っていたことからより緊密に連携する関係となり、テスト部門を任されていたナリンガーは、車体やエンジンについての自身のアイデアを反映させる機会が多くなる。W125935 年5月、ナリンガーはダイムラーベンツの航空機、船舶、鉄道、 産業用などの大型エンジンの開発部門の責任者となる。この頃からナリンガーは政府からの需要が大きくなっていた航空機エンジンの開発を主に担当したが、1934年末にニベルが休止した影響でレーシングカーの開発は1936年に不振となり、その立て直しの役目もナリンガーに与えられた。1三十六年八月に ルドルフ・ウーレンハウトラによってテスト走行が行われ、その結果からナリンガーは新型車の開発方針を定めた。ナリンガーがまとめた骨子をもとに実際の設計は中央設計本部のベテランであるマックス・バグナーに任せた。ナリンガーが管轄していた車両テスト部門の直下にレース部門が新たに設立され、車両の開発はその責任者となったウーレンハウトに任せた。 完成した W125 は大きな成功を収め、1937年のグランプリシーズンを席巻した。1940年にはダイムラー・ベンツ社の取締役会に加わるとともに、引退するマックス・ザイラーから技術部門全体の責任者の地位を引き継いだ。1945年に第二次世界大戦が終わると、ナリンガーラドイツの航空機エンジンの技術者は、 同年11月にフランス共和国林時政府によってオーストリア西部のブレゲンツに集められた。翌年7月からは同政府の要請によりフランスのチュルボメカで航空機用ジェットエンジンの開発に従事することとなりナリンガーは同行したドイツ人技術者を率いてそれに当たった。1947年末にチュルボメカでの役目を解かれ翌年初めに ダイムラー・ベンツの取締役会に復帰した。その後、戦前と同じく研究開発部門の責任者として1965年まで務め、同年に引退した。その職責はハンス・シェレンベルクに引き継がれた。ありがとうございます。